はい、健康生活チャンネルの海原貴弘です。今回はですね、これをしないとメンタルヘルスに悪影響を出してしまうという生活習慣という話をしたいと思います。で、メンタルヘルスの低下というのは、まあ、うつとかパニック障害とか不安症とかね、あるいは軽いものだと、まあ、マイナス思考であるとか、ネガティブとか、まあ、こういったものがあるんですが、このメンタルヘルスに生活習慣が大きく関わっているということが分かっているんですね。そこでこの動画をご覧いただくことで、メンタルヘルスを大きく低下させてしまう生活習慣を分かってですね、今日から対策をすることができますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないように、ぜひまずはチャンネル登録をお願いします。ということで、これをしないとメンタルヘルスに悪影響を出してしまうという生活習慣についてお伝えしたいと思います。で、メンタル面で、ね、悩んでる方が結構多くてですね、でもっと精神的に強くなりたいとか、もうなんでこんなに精神的に弱いんだろうとかね、その精神的に安定したいとか、ポジティブになりたいとか、不安をなくしたいとかね、思ってる方がまあ多いと思うんですよ。まあ、ただメンタルを強化するってなるとですね、割と時間がかかるものが多くて、例えばですね、腸内環境を改善することは とてもメンタルヘルス的に大事なことでありますし、油のバランスを、ね、改善することも大事なんですよね。そして野菜を食べたりとか、あるいは自己ワークでね、鍛えたりとか、メンタル鍛えるぞみたいに鍛えたりとか、まあ、瞑想とかもあるんですが、まあ、結構時間とか手間とかね、努力とか必要だったりするんですよ。ですが今回ご紹介する方法は、そんな手間がかかるものではなくてですね、簡単にメンタルを強化できるし、逆にこれができていないせいでメンタルがめちゃくちゃ悪化していくんじゃないかっていう話をしたいと思います。しかもこの生活習慣はですね、その時だけ影響を与えるのではなくて、これができていないだけで毎日毎日ずっと1年365日ずっと影響を出しちゃうというとても危険性の高いメンタル的にね、結構やばい習慣ですので、ぜひこの話をチェックしていただきたいと思います。で、今回の方法ができていないと、もうこれはね、本当に毎日毎日続くことなんですよ。もう小さなストレスはあるんですが、それがもう毎日毎日積み重なってしまうんですよね。で、これがずっとずっと続いていきますので、もうすでに続いている人もいますので、人によってはね、もう1年365日ずっと続いていたりとか、あるいはもっとできていない人だったら、10年3650日。で、もっともっとできていない人だったら、もう30年も50年も、もうこれが本当にできていない方がいらっしゃるんですね。だからその間、もう30年も50年も、そのストレスをですね、積み重ねて、積み上げてしまってですね、そしてメンタルを悪化させてしまっているんです。ですから、大きなストレスもね、大変なことなんですけども、人間関係とかね、やっぱストレス多いですから、もう悩みの9割ってね、人間関係だと言われていますので、この人間関係とかね、大きなストレスも大変なんですけども、この小さくてもですね、頻度が多くて、毎日影響を及ぼすものもかなり厄介なんですよね。まあ、ですから、この生活習慣はね、せめてちゃんとできているように抑えておきたいところなんです。で、その生活習慣は何かっていうと、掃除なんですよね。で、メンタルで掃除？本当に関係があるの？って思うかもしれませんが、これはですね、心理学的な面から、その研究の結果からも分かっていることなんです。で、そう言われた時にですね、掃除ってできていますか？なかなかですね、時間がなくてできていないとか、もう仕事がね、忙しくて、そんな掃除する時間ないですとかね、まあ、つい忙しさにかまけて散らかしてしまっているってことはないでしょうか？で、実はね、これ私はあるんですよ。私はですね、結構その掃除とか片付けとかがね、苦手な方ですので、デスクの上がね、その埋まりがちなんですよね。ですから今回の心理学的なその知見からのね、メンタル低下っていう話を見つけた時にはね、結構ハッとしましたね。で、私は以前その体がボロボロの時期があって、メンタルも弱い時期があったんですけども、もしかしたらそれも掃除ができていないから、片付けができていないからかなっていうふうに思ったんですよ。ですので今回の内容は、掃除をしないことでどんどんストレスが積み上がってしまって、溜まっていってしまって、そして精神的に悪化してしまうっていう理由がわかる内容になります。で、掃除をして綺麗になるとですね、思ったよりも結構スッキリしたというか、ああやってよかったみたいな感覚になることって、気持ちになることってありませんか？で、これはですね、掃除をすることによる心理的な現象というものだと考えられています。まあ、特にね、大掃除とかした後とかもやった感すごいですよね。ああやってやったぜみたいな思うじゃないですか。だからこの掃除をした後のスッキリ感ですごいんですが、だからこそ掃除をしていなかった間のストレスってすごいってことなんですよ。この大きなストレスを解消したからスッキリするんですよね。だから結構この掃除、片付けとかは占めるね、その割合って結構大きいんですよね。で、この掃除のですね、心理的な影響に関する調査を行った研究があります。で、例えばですね、街中で、壁とかね、シャッターとかにね、落書きとか、派手ないたずら書きとかね、されているところを見たことがありますよね。なんか英語でね、なんかシューンみたいなやってるのがあるじゃないですか。
で、近所になくてもですね、例えばそのテレビとかでも見る機会ってあるんじゃないでしょうか。もうダウンタウンみたいな感じのところでですよね、もうその日本なのかみたいなところがあるじゃないですか。まあ、こういったその街の落書きがですね、人の心理に与える影響を調査した研究になります。で、落書きがですね、集中している都市では、それに比例して、強盗とか放火とか、まあ、こういったその犯罪行為が、まあ、落書きとか 無関係なはずなんですけども、こういった無関係なはずの重大犯罪がね、増加するという調査結果があるんですよ。おー、なるほどと思いますよね。そして、落書きでなくても、例えばですね、窓の割られた車が、街にですね、1台放置してあるだけで、その近くでは他の凶悪犯罪もですね、急激に増えるという現象があるんですね。もうこれも現象として調査結果ではなくても、これがもう明確な、比例関係があるということがもう分かりきっているのは、もうこれは現象とされているんですね。で、この現象、負の連鎖を巻き起こしてしまう現象には名前がついていて、アメリカのケリング博士という方はですね、これをブロークンウィンドウズ現象というふうに呼んでいます。まあ、そのままですけども、つまり割れた窓による現象という意味になります。まあ、ですから街の中がね、荒れたような雰囲気になっていると実際に治安が悪くなって本当に荒れてしまうんですよっていうことなんです。そして同じようなケースが他にもあります。それはですね、郵便受け実験と呼ばれるもので、家の郵便受けの近く、まあ、家のポスト郵便受けですよね。その手紙を入れてもらう郵便屋さん来てね、その手紙はいポンって入れますみたいな、そんな郵便受けの近くの壁にですね、落書きがあったり、近くにゴミが捨てられていた場合、その郵便受けから郵便物が盗まれる確率がなんと 25% にも上ったという報告があるんです。で、4回ね、郵便物が来たとしたら、郵便さんね、来て、はい、1、2、3、4って4回郵便物を入れたらですね、1回盗まれるってことですから、どれだけ治安が悪いんだってことになりますよね。で、このようにそのゴミや落書きがあるという現象をですね、その環境はですね、モラルがあるはずの大人の多くを泥棒に変えてしまうという研究結果なんですね。でもこれだけだと地域的にね、まあ、治安が悪いところなんでしょうというふうに思うかと思いますが、面白い結果があってですね、この後この周囲をですね、その 25% を盗まれてしまうその環境をですね、そのきれいにしたんですよ。この周囲を、その郵便受けの周囲をきれいに掃除とか片付けを行ったんですね。で、そうするとどうなったかというと、この郵便受けから窃盗行為、この盗む行為がすぐになくなったんですね。 25% 取られていたのが 0% になったんですよ。これすごいですよね。まあ、ですから治安が悪い地域性の問題ではなくて、明らかにゴミや落書き、こういったものが悪影響を及ぼしていた、犯罪行為をさせていたということが分かったんです。で、なぜこのようなその事件が起きてしまうのか、このようなことが起こる背景には、落書きや割れた窓、あるいはゴミなどの小さな乱れがですね、いつまでも放置されていることにあるというふうに言われているんですね。ですからこのブロークンウィンドウズ現象があることで、この犯罪行為が増えているんじゃないかということが言われているんです。でですね、この話聞いた時に私もですね、昔体験していたなって思い出したんですよね。で、私はですね、オステオパシーっていう、まあ、施術の勉強会がですね、毎年、3、4回ぐらいあるんですが、まあ、そこでその大阪にね、よく行くんですよ。で、そのある時ですね、近場の大阪のホテルがね、全部埋まってしまっていて、北区っていう近くなんですけども、その辺がもう埋まってしまっていてですね、大阪の南の方にね、ホテルを取ったんですよ。で、あんまりその地域とかね、そのホテルの外観とか調べずに、その取ったんですけども、予約したんですけど、その後ですね、その大阪の友達にですね、南の方の、まあ、高校という地域にね、高校という地域じゃないですけども、こんな感じの名前の地域に、そのホテルを取ったんだよって、予約したんだよって話をしたんですよ。で、そうするとですね、あそこはもうめちゃくちゃ治安が悪いところなんだよっていうふうに言われてですね、まあ、それで気づいたんですよね。気づいたというか発覚したんですよね。そんなに治安が悪いところなんだっていうふうに思ったんですけども、まあ、そこしか空いてなかったんで、とりあえず行ってみたんですよ。で、そうするとですね、大阪は北の方はね、結構きれいにされているんですが、私が行った南の方はね、まあ、かなり汚い環境だったんですよね。もうその地下鉄から出た時点で、なんか汚いと思ったんですけども、それにその地下鉄からですね、その階段をこう登っていって、そしてその街に出た途端にゴミは落ちてるし、シャッターとかね、そのお店とかの風景めちゃくちゃされてるし、もうそのお店のその装い自体がもう汚いし、なんだここはという風になったんですよね。で、そしてなぜかですね、コンビニもですね、汚いんですよ。コンビニ汚いことあるんだと思ったんですけども、コンビニもね、なんか汚いし、そしてトイレもね、めちゃくちゃ汚いし、コンビニって汚いんだというふうに、まあ、2回目ですけど、本当に思ったんですよね。
で、そしてですね、柄の悪そうなね、人がもうたくさん歩いてるし、もう肩でも疲れそうなものが並べられるんじゃないかなというふうに思うぐらい、まあ、柄の悪そうな人が歩いてるし、そしてホテルに行ったらね、そこまでその落書きがいっぱいで、もちろん汚いし、なんかその床ベコベコしてるし、あれ、ここって大阪だったかな、アメリカのダウンタウンじゃないかなっていうふうな気持ちになったんですよね。まあ、ですから今考えるとその地域がね治安が悪いっていうのがよくわかるんですよ。理由がわかるんですよね。あれはね、落書きとかゴミとか不要物とか、まあ、そのままにしていたりとか、街の雰囲気自体が悪いから治安がねそれに比例して悪くなっているんだなっていうのがわかったんですよね。ですからこのブロークンウィンドウズ現象というのは結構軽く考えられないなというふうに思いました。で、なぜこのような落書きとか割れた車の窓とかゴミとかがね放置しちゃうと治安が悪くなってしまうかなんですが、それはですね、このようなものが目に入ることでそれが小さなストレスになってですね、長い間積み重ねられるために時間をかけて大きなストレスになっていくことが原因だと考えられています。で、場合によっては強く短いストレスによる影響よりもですね、その積み重ねによってもっと強い影響を悪影響を及ぼす場合もあるそうなんです。で、こういったその精神的な負荷がかかり続けることによって心が荒んでいった結果としてやがて犯罪にまで至るというのがメカニズムだと言われています。ですから大事なのは、悪いものは目の前から消すこと、なくすこと、汚いものは目に触れさせないこと、まあ、すぐにその掃除したりとかすぐに片付けをしたりとかすることがメンタルヘルスに与える影響が大きいことが分かったんですね。ですからね、その大阪のね南のところのね、まあ、市長さんにはぜひそこの町をね記念していただきたいと思うんですよ。治安悪いそうですからね、まあ、ぜひその記念する努力をしていただきたいなと思います。まあ、そう考えるとですよ、やっぱりその町をですね綺麗にそのするその活動って結構ありますよね。町にその花を植えるその市とかもありますし、結構その綺麗に手入れされるじゃないですか。あれってもしかしたら治安良くするためにやってるのかなっていうふうに分かったんですよね、思ったんですよね。まあ、どうなんですかね、分かんないんですけども、まあ、もしかしたらそういう目的あるのかなと思いました。まあ、ということで掃除の話に戻りますが、あなたのお家はどのような環境ですか。まあ、さすがにね、その落書きとかそのゴミが落ちてるとか割れた窓が、ね、放置されてるとか、まあ、そんなその荒んだ状態ではないんでしょうけど、あんまり片付いていなかったりですね、綺麗に見えないということがそういった部屋になっていないでしょうか。自分の部屋だとね、あまりこういったその小さい汚さ、掃除とか片付けの行き届いていないことに意識することは少ないかもしれませんが、例えばですね、それが他人の部屋に入って同じ状況だとしたらどう感じるでしょうか。で、例えばですね、めくれたままの布団とか重なった洋服とか小さなゴミが目についてですね、あまり片付けることができていない、こんな状況だったら少なからず、まあ、うっとストレスを感じてしまうんじゃないでしょうか。で、あるいはですね、自分の部屋だとしてもですね、そのゴミが溜まってきたら、でも忙しいからね、このゴミ片付けると1時間ぐらいかかっちゃうし、そんな時間があったら眠いしな、寝たいしな、まあ、また今度休みの日でもやろうかなみたいに、そのずっと放置してきていないでしょうか。まあ、こういったね、その小さなストレスに気づくことがすごく大事なんですよ。まあ、例えばね、その、お風呂場とか結構カビが生えるじゃないですか。ああいったところもね、もう最近カビが生えてきたからね、一気にもう、大掃除してカビ落としたいなっていうふうに思うんだけど、まあ、なかなか時間ないからな、そうすぐにはできないな、でもお風呂に入るためにちょっとああっていうふうに思っちゃうんだよねっていうのがあるとですね、もうそれは小さなストレスになってますから、もうそれがもうストレスを溜めていってしまってるんですよね。まあ、ですからこの小さなストレスをですね、あなたの無意識のうちに毎日感じている、溜め込んでしまっているんです。そしてそのような状況だとどんどんエスカレートしてしまうんですよ。綺麗にしていれば綺麗に保とうと努力するんですが、すでに汚いところはさらに汚くしてしまってしまってもあまり罪悪感がないんですよね。ですが、例えばですね、そのコンビニのトイレとかでもですね、その綺麗なところだったらね、みんな綺麗に使おうと思うんですけども、汚いところだったらね、そのあんまり綺麗に使おうとしないという傾向があるそうなんですね。で、あるいはですね、そのゴミがね、すでに置いてあるような、ところですね、まあ、例えばその自動販売機のね、その横のそのジュースじゃないや、缶を入れるところとか、ペットボトル入れるところあるじゃないですか。もうそこはすでに溢れていて、そのそこにね、その缶とかをみんな、置いていっているような状況だと、もうそれにつられてね、自分も置いちゃうみたいな、そんな心理傾向があるんですよね。まあ、だからこの行為はですね、どんどんエスカレートしてしまっていくんですよ。まあ、だからこれを放置しておくとどうなるかっていうと、お家の中でも同じ状況になってしまって、もっともっと汚くして使っていってしまってですね、毎日ストレスが積み重なっていって、大きなストレスになってあなたの精神を蝕んでいって、メンタルヘルスが悪化してうつとかパニック障害とか不安症とか、まあ、こういった精神症状を作ってしまうんですね。まあ、ですからもしもですね、うつやうつ傾向とかパニック障害とか不安な精神状態とか、あるいは緊張感が取れなかったりとかね、ネガティブだ
だったりメンタルヘルスのお悩みがある方はですね、ぜひまずは掃除と片付け、これをやってみてください。でそうするとですね、思ったよりも爽快感があって、まあ実はこれはもう自分にストレスだったんだなというふうに気づけるかもしれません。そしてそれがですね、綺麗な状態を維持していくと、そのお悩みのね、メンタル面の症状というのが治るかもしれないんですよね。でこのブロークンウィンドウズ現象の恐ろしいところはですね、意識していないところでストレスをためるところにあります。ですから特にメンタル面でお悩みがない方であってもですね、部屋はできるだけ綺麗に保つようにしましょう。まあ結構時間はかかりますが、これをやった効果っていうのは、ね、確実に現れてきますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。私もこれから掃除します。はい、このチャンネルではですね、今後もあなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしていきますので、お見逃しがないので、ぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。そして高評価もいただけると、他の多くの方にですね、この動画を見ていただきますので、ぜひ高評価もお願いします。で、もし私の整体院やサポート付きのファスティングにご興味のある方は、下の説明欄、ホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。